デトマソ。デトマソ、またはデトマゾ、は、イタリアの自動車メーカーである。1959年に、デトマソアウトモビリとして、アルゼンチン出身のアレハンドロ・デトマソが、イタリアのモデナに設立した。アレハンドロは、技術者でも、新事業を積極的に立ち上げることに野心を燃やす、実業家でもなく、レーサーとして、腕を鳴らした人物だった。2003年に、 アレハンドロが亡くなり、会社は2004年5月に解散された。その後2009年11月、フィアットの元重役であった、イタリアの実業家、ジャンマリオ・ロシニョーロが商標権を取得。2011年ジュネーブモーターショーにて、デ・トマソブランドで、新型車を発、新生デ・トマソとして復活した。エンブレムは、アレハンドロの母国、アルゼンチンの国旗にも使われる、水色、白、 水色の配色に古代エジプトの女神、イシスを表す、象形文字、ヒエログリフを組み合わせたもの。アレハンドロは、妻、イザベルのイニシャルと称していたというが、その主張に従うと、アレハンドロ自身は、冥界の王オシリスにあたることから、ローマンカトリックのお膝元たるイタリアでは、ターシされていた。デトマソは、初めから、市販車の生産をしていたわけではなかった。 企業してからの数年間は、フォーミュラマシンの自社製作にほとんどを費やしていた。しかも、コンポーネント製作もフレームに限っての話で、エンジンや駆動系は市販のものを搭載していた。1963年に3台の試作車を発表。このうちの1台であるバレルンガ1500は、アルミ製オープンカーから、FRP 製、クーペボディに変更して市販され、 世界初のミッドシップロードカーの一台としてな、知られるようになった。エンジンは、フォード製、トランスミッションは、フォルクスワーゲン製、中身は、ヒューランドが、デトマソ製のクラッチエンジンアダプターを介して、裏返しに取り付けられている。また、リアハーブはマグネシウムで作られている。1966年、2代目の市販車はマングスタで、 フォードと共同開発した最初の車種であった。デトマソ初期においてフォードは経営判断に関わるような重要な影響を与えていた。マングスタではエンジンをアメリカフォード製4.7リッター V8 にしている。マングスタのボディワークはカロッツェリアギアで行われている。マングスタは400台ほど製作された。1971年には フォードのスポーツカープロジェクトに参加して生まれたパンテーラーを発表。アレハンドロとアヤ国家の関係を象徴するように、カロッツェリアギアのボディにフォード製5.8リッター V8 エンジンを乗せた上に、アメリカではフォードのリンカーン、マーキュリーの契約ディーラーで販売された。パンテーラーはデトマソ史上最大の生産台数を記録し、商業的にも成功した。 フォードとの契約期間であった九百七十一年から九百七十三年の間には六千百二十八台がモデナで生産された。九百七十年代初頭のオイルショックのため、後ろ立てであったフォードが手を引き、フォード向けのパンテーラ生産は九百七十三年で終了している。通常の自動車でも厳しい時代となったこの時期に、スポーツカーにとっては冬の時代となり、 スポーツカーメーカーは会社解散に追い込まれるところもあった。しかしアレハンドロは1975年にマセラティを買収したのを皮切りにイノチェンティ、ベネリを次々と買収するなど1970年代から1980年代にかけて事業拡大という経営手腕によって乗り切納とした。この時期にはマセラティのビトルボが商業的に成功を見た。また、 イノチェンティが BLMC 製ミニに大発生エンジンを搭載した小型車も生産したほか、1980年代中盤には1978年にフォードを解雇され、その後、クライスラー会長となったアヤ国家の依頼により、クライスラーの車体にマセラティのエンジンを搭載した TC v マセラティの生産を行い、販売的には失敗したもののマセラティとデートマソに利益をもたらした。 デトマソ自体は1970年代以降リファインを繰り返しながらパンテーラ、高級サルーンのドービル、ドービルの車体を短縮した GT カー、ロンシャンなどを販売していた。新たに一から設計された車両として1994年になってようやくグアーラを登場させたが少量を生産されたのみにとどまった。ついで FR2 シーターのスポーツカー、 ビグアの開発にかけることとしたが、度重なる商標権の移動などで、デトマスオとしての販売には至らず、最終的には、クベールモデナによって、マングスタという社名で販売されることで世に出た、モノタンウェイに終わり、MG ローバーのクベールモデナ買収によって、MG ザパワースブの基礎となった。パンケーラの生産を打ち切った1993年、創始者のアレハンドロが病に侵され入院。 療養していたものの2003年5月21日に、心不全が原因で高い。2004年5月、会社は、アレハンドロの遺族によって解散された。2011年、ジュネーブモーターショーにて復活したデトマソは、コンセプトカーを発表した。しかし2012年再度資金難に陥り2014年、モデナ工場を閉鎖。2015年4月最終的に、 中国企業に売却された。1961年にはアルファロミオを、1970年にはコスワースのエンジンをそれぞれ搭載して、会一に参戦したが、結果を残せず早々に撤退した。1970年の参戦の際には後に、ウィリアムズ会一チ,チームを創設するフランク・ウィリアムズが、チームの運営を行っていたが、第5戦オランダグランプリで、ピアス・カレッジが、 自己死したこともあり、わずか1年で再び撤退以降参戦することはなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。